ディアナ鈴音役の矢野ひなきです。本日ですね、顔合わせ と、キャラ合わせをやらせていただきまして、初めて宮山鈴音ちゃんとしてこう声をオーディションの時はもちろんそうなんですけど、声を、一緒に合わせてやらせていただいて、こうやっと始まっていくんだなっていうことですごくドキドキしております。そしてですね、同じセレクションのメンバーの中に同じ事務所の子が、結構いるので、それもここ結構心強くてすごくそれも楽しみだなと思っております。これから宮山すずねちゃん、そしてセレクション、よろしくお願いいたします。矢野ひなきでした。皆さんこんにちは、花のエレナ役の水野咲です。よろしくお願いします。今回、初の顔合わせとキャラ合わせをしたんですけれども、昨日の夜からすごくドキドキして、今日も当日すごくドキドキしてやってきました。で、アニメーション自体に携わるのが初めてなので、その点でもすごく緊張していて、ドキドキするんですけれども、同じ事務所の先輩だったり後輩だったり他の先輩方もいらっしゃるので、それはすごく心強いなと思います。キャラ合わせなんですけれども、花のエレナちゃんは最初はすごくクールで心を開いていないっていうキャラクターなんですけれども、みんなの他のキャラクターの、携わっていくにつれてどんどん心を開いていくというキャラクターで、すごくその青春と言いますかしていく、ストーリーをぜひ皆様にお届けできればなと思っております。ですので、セレクションプロジェクトぜひチェックよろしくお願いいたします。以上、花のエレナ役の水野咲でした。バイバイ。タライルリと申します。よろしくお願いします。ヤキノザカちゃん役を演じさせていただきます。バニプロダクションのヨンミヤミナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハムグリーの魅力でお世話になります。ラッシュスタイルのナグモノノミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。江戸川の魅力でお勤め、あ、よろしくお願いします。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 こんにちは。今回浜口ひろみ役を担当させていただきます、南雲のぞみです。今日初めてみんなと顔合わせということだったんですけども、このチームで進めてってなんか変だな、このチームでこのチームで一緒にやっていくことができるんだっていうのをすごい今ふつふつと実感が湧いています。もう今から自分も楽しみで仕方ないので、皆さんもぜひセレクションプロジェクトを応援してください。よろしくお願いします。皆さんはじめまして。この度セレクションプロジェクトで美馬の渚役を務めさせていただくことになりました、新井瑠衣と申します。今日初めてスタッフの方々と、あとキャストの皆さんと顔合わせがあったんですけども、すっごい緊張しました。でも皆さんチームでいい作品を作っていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。八木野ふかちゃんも演じさせていただきます。四宮ひなです。本日は、初めてのことばかりでとても緊張したんですけども、今後八木のどかちゃんと一緒に、みんなと一緒に、全力で突っ走っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、淀川青役の岩橋優香です。先ほどみんなと初めて掛け合いをやってまいりました。オーディションの時点では自分のイメージのこうみんなと掛け合いしてたので、今日すごいそこに本当にいるっていうのですごいワクワクして、終了しました。これから皆さんにも楽しんでいただけるように、私も江戸川葵ちゃんとして精一杯魂込めてやっていきますので、ぜひセレクションプロジェクト、そして江戸川葵ちゃんの応援よろしくお願いいたします。岩橋由香でした。バイバイ。松井さんどうぞ。山田ミヤルです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、小泉歌役の白川瑞奈です。
いよ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 始まるんだなっていう実感が湧いてきました。キャラクターの個性だったり表情だったりすごく豊かで、見ていてワクワクする作品になると思うので、ぜひセレクションプロジェクトよろしくお願いします。アニメージに参加するのが私初めてなんですけど、先輩に引っ張っていただきながら必死でついていきたいと思っているので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、山田しおり役の花江美春です。今キャラ合わせと、初顔合わせが終わったんですけれども、それぞれみんなのキャラクターの個性がですね、ちょっとだけだったんですけど、めちゃくちゃバシバシ伝わってきて、すごい面白いアニメになるんじゃないかなって今から楽しみです。あとそうですね、どうなるか分かりませんが、イベントだったりライブだったりできたら嬉しいなって思います。これからセレクションを頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。はい、皆さんこんにちは、東馬真子役の下地篠です。先ほど初めてキャラ合わせを行ってまいりまして、もうみんながとっても可愛くて、みんなをニヤニヤニコニコ見つめる私でした。みんながとっても可愛くて、私はとっても本当に幸せでした。これからアフレコが始まって、まあその先いろいろ何かしらあるんじゃないかなと思いますので、皆さん推しも見つけていただきつつ、こうみんなのこう9人の関係性とか変わっていくと思いますので、その辺も注目していただけたらなと思っております。ぜひセレクションよろしくお願いします。2021年放送開始よ。